皆さんこんこにちは田中ですえ今回は知識や技術を身につけていくこと、まあ、特にそのゲシュタルトを作っていくということについてお話ししていきたいと思います。まあ、今回その私自身が経験した例をあのお話ししながら、えっと、説明していきたいと思うんですけど、まあ、今回ちょっとあのかなりあの。 これはあの8月の頭にですねちょっと地元の方でお祭りがあって、まあ、そこであの炎天下の中でずっと外いたので、まあ、すごくあの日焼けしているんですけど、まあ、あのお祭りの中でですねどんな作業があるかというと例えばいろんな柱を立てたりとかあるいはこう倉庫から物を下ろしたりとか、まあ、その滑車を使ってあの下ろしたりとかですねいろんなあの体を使った作業があるんですね。 でその中で、まあ、特に大事になってくるのがロープのの使いい方方あるいは紐の結び方なんですね、まあ、例えばすごく大きい柱を立ててそれを、まあ、そこの柱から電信柱にロープを取って、まあ、固定したりとかあるいはあのその地元のところにはですねあの川から少し釣り堀みたいになっていて、えー、少し水辺になっているんですけどそこの中に入って、まあ、ロープを結んで、まあ、船の上とか。 で少し作業することもあるんですけれども、まあ、そういったロープの使い方あるいは木と木をまあ組んでそこを結んだりとかあるいは番線って呼ばれる結構太い針金のようなものを使って、まあ、あの固定したりとかですね、まあ、そういったあの技術が必要になってくるんですね。で、まあ、あの地元のお祭りは少し特殊で3年に一度なんであまり作業も あの普段やらないようなことをしかも毎年じゃないのであまり機会がないんですけれどもあの今回で僕自身は6回目10代の頃からやっているのである程度経験を積んできたっていう形になるんですが最近あの特に今回の祭りでやっとなんかコツがつかめてきたなっていうあの経験をしたんですね。でどんなふうな変化が起こったかというと。 あこういう場面ではこういう結び方をする必要があるとか、まあ、ここでは、まあ、特にこういう丸いところに結びつけてしかも紐の長さが残りこれぐらいしかないから、まあ、こういう結び方で止めようとか、まあ、そういったものが自然とあの教えてもらわなくてもこれはこういうふうに結べばいいっていうのがなんとなくすごく分かってきた。で、まあ、それぞれ結び方も普段はやらないような特殊な結び方 まあ、特殊なといってもあの例えばトラックとか船をあの扱っている方であればあのすごく日常的に扱っている結び方になるんですけど、まあ、普段あのそういう経験がない自分としては、まあ、本当にお祭りの場面だけなんですねでもあここではこういう結び方の方がいいなとかあるいはこの用途だったらあのこういうふうに結んだ方がいいそういったものがなんとなく勘とかコツのレベルでなんか分かってきたんですね。 でまあ、そういったものがマインドの中で何が起こっているかというといろんなパターンとかいろんな結び方みたいな技術っていうのが一つ上の抽象度でゲシュタルトって何かっていうともともとはドイツ語で全体性を示す言葉ですけど何か部分部分個別のパターンとか個別の知識ではなくてそれらがこう全体として有機的に。 結びついて、まあ、部分に還元できないような構造を持った状態、まあ、とても大きなあの認識の枠組みができたっていうのをゲシュタルトができるっていうふうに言います。でおそらく私自身も今回なんかいろんなこれまでの経験が積み重なってなんかやっと一つゲシュタルトになったっていう感じだと思うんですね。でもう少し抽象化して考えてみると。 まあ特に体の技能とかあるいはスポーツとか、えーまあ、料理とか何でもいいですけど少し体を使うものでいうとたくさんのやはり経験が必要になってくるで人間の脳とか心そのマインドの面白いところはある一定のき地を超えるぐらいの知識だったり経験っていうのが積まれると自然とゲシュタルトを作ってくれるんですね逆にそれまではなかなかなんかこうコツがつかめない。 でもそこで諦めずに何度も何度度もも繰り返していくであこういう時はこうするといいんだなとかあこうやるとうまくいかないんだなっていうそういううまくいったものとかうまくいかないものっていうのを何度も何度も繰り返していくとある瞬間からこうグーッと急になんか認識の解像度が上がっていく、まあ、それは抽象度が1個上がるあるいはゲシタルトができてくるっていうタイミングなんですけど、まあ、それまでコツコツやっていくっていうことですね。でそうするとガーッと。ガー なんか分かるようになってくる、急にできるようになってくるわけですね。で、またあの少し平坦なのが続いて、またガッと上がってっていうのを繰り返していく。まあ、そういったあの学習のプロセスを踏んでいくんですね。で、まあ、今のはあの比較的こう体を使った実践的な話ですけど、うん、例えば受験勉強とか資格試験とか何かのこう専門知識を身につけていくっていうことでもおそらく同じことが言えると思います。 で何かとというと例えば一つ一つの知識を覚えている段階っていうのはもうなんかある意味こうパターンを覚えていく何かすごく個別的なものをインプットしている状態なんですけどそれらがある一定の域値を超えて知識同士のつながりであったりとかあるいはその知識の背景にあるその例えば専門職とか資格あるいはその受験とか学問であれば専門,専門分野 ですね、そのマインドのの使いい方っていだんだんっててうがだだんんん分かくるんですねなので、まあ、パターンだけ覚えようとするんではなくてパターンを、まあ、たくさんもちろん必要なんですけどそれを身につけていくことを通じてそ,のそれらに全部共通するマインドの使い方あるいはものの見方とかですねそれを まあ、学習していくそれをゲシュタルトにしていくっていう意識を少し頭の片隅に置きながらそういったインプットを続けていくとある瞬間急にわかるようになってくるで、まあ、その時に何か個別の知識っていうものもすごくインプットしやすくなるんですねで同時にまだあの出会ったことない新しい問題に、うん、出会った時にも あここのの時はううすればいいいなっていうそのマインドの使い方1個上の抽象度から最適なものを見つけることができる、まあ、今日お話ししたひ紐の例ロープの例で言えば今までやったことないような、うん、場面であっても、まあ、このぐらいの残りのロープの長さでこういう、えー、目的で縛りたいから、まあ、こういうふうな結び方がいいだろうっていうのが自然とそのより大きな。 ゲシュタルトの方から選択でききるるる最適なものを選択でとといいうここが起こってくると思います、まあ、ですので何かこう身につける時っていうのはまずはあのいろんなパターンを試していくそれはうまくいくあの経験もあるいは失敗した経験もどちらも結構大事なんですけどそれをたくさん蓄積していくでその上でどん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 無意識がそれらをゲシュタルトにしていくっていうことをなんとなく頭の片隅に置きながらたくさんインプットしていく。 でその瞬間あるる、にコツがつかめるでそれは一つちゃんと抽象度が上がった瞬間なんだっていうことを、まあ、いろんな、あのー、具体的な場面を通じながら経験されていくとあのそういった具体的な場面を超えてマインドの使い方自体としてあ「ゲシュタルトってこういう感じなんだ」あるいは「抽象度が1個上がるってこういう感じなんだ」っていう、まあ、その体感自体っていうのもつかめてくると思います。 是非いろんな場面でそういったことを頭の片隅に置きながら試してみていただければなというふうに思います。